はいどうも、ルーでーす。セブンナイツやっていきたいと思います。いや、ちょっとすいません。先ほど出したのはペンタゴンのジャハル。まあ、順番的にジャハルかなと思ってたんですけど、ちょっと予告というか、守護者のとこにカードが出てたっていうのをちょっと見逃してました。完全に。すいませんでした。で、まあ、ミスト。そうしても、配置だともうミストしかいないんで、で、まあ、ぶっちゃけ、韓国版でもミストって最近追加されたばっかりみたいなんですけどね。これを見るとこうやってね。で、多分こいつが一番最近なんだけど、なんかなっていう。順番がちょっとよくわからんなっていう。メルパロとかいんのかね、ペット。ちょっとわかんないけど。ペット。ダークナイツ。いないね。ダークナイツペットってないっすね。ただ、覚醒ペットはいる。あ、いた。メルパロ。で、双子のペット。あ、メルパロと双子のペットもだけなんだ。覚醒。あ、ダークナイツの覚醒か。で、旧思考の覚醒と、これは？これ旧思考？タガオジマラ、デカプタ。カルマかな？あ、セブンナイツペットは全部覚醒してんだね。はい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 。で、あるんだ。はい。というわけで、改めて、ちょっと性能の予想ですね。まあ、していきたいと思います。まあもうほんとね、今の韓国版っていうのはちょっといろいろ変わって、日本版の見た目と比べると、ちょっと弱く見えるスキルが非常に多いです。破滅の木、自分に祝福 20% の効果と、生命力の交換の効果が付与されます。敵全体の状態以上、抵抗確率を 30% 減少させる。これ、あれだよね。確か、魔女かなんかにあったよね。魔女の、神話魔女の、4つ装備すると、その効果あったよね。で、基本攻撃時 20% の確率で効果攻撃ミストが発動されます。これはまあ気にしなくていいですね。うん。神話スキルは、いつでも発動するんで。で、これ多分、そのうちの1個しか、多分神話スキル1ぐらいしか入ってないと思いますね。うん。そうだね。効果攻撃発動時、ブロックと反撃が適用されない。ターゲットの魔法力の 150% ダメージを、ダメージをします。二次効果、敵2人の生命力を1万減らし、保護膜を除去します。で、これが、二次効果。ちょっとわかんねえな。襲撃効果回数とかちょっとよくわかんないですね。まあ、ちょっととりあえずこれは、あまり気にしない方が良さそうですね。で、祝福効果っていうのがわかんないんで、これで。最大生命力の一定割合分だけ被害を受けるように、制限する効果。その制服の効果は、それぞれの被害ごとのに固定されます。例、自分が祝福効果 20% を敵を受ける状態で、敵に強力なダメージをダブル受け取る。自分の最大生命、あ、これはあれだね。
祝福効果ってのは要は日本でいうダメージ制限ですね。ヒットポイント最大ヒットポイントの何パーセントまでしか受けないってやつですね。まあ、これはありそうだよね。複数免疫がない事態で生命力交換、力の効果が、1回発動され発動後自分の生命力を現在の生命力が最も多くの1人の、あ、はい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 、これは他のキャラでもいたね。誰だったかな、あれ誰だったかな、誰かいましたね。覚醒か神話覚醒した時にカイルかな、身につけたやつで、パラヌスかな、パラヌスだ。自分のダメージ、自分がダメージを、ちょっと待ってね。自分がダメージを受けた時かな？そうそうそう。生命力以上の、最大ヒットポイント以上のダメージを受けた場合、敵の最大ヒットポイント。が一番高いやつの人々と交換されると。だから相手は1になって、こっちは例えば3万ヒットポイントあったとして、向こうのやつが、3万5000あったとしたら3万 になるっていう、まあそういう感じですね。はい、だこれは来るかもしれない、新スキルとして。もともとはパラヌスが持ってたんで、だからパラヌス免疫なかったんですよ。でも日本では機敏な効果、機敏な動き、違うな、回避だね、があって、でそれで来たので、うんですね。ミスト魔法力ってなってるな。多分日本だと攻撃ができそうだけどね。シルベスターも、なんか槍2本なのに魔法だったりとかしたから。でも、こっちのシルベスターどうだったっけな？シルベスター、魔法だ。まあ、ちょっとよくわかんないですね。どうなるかは。だって、スクルドだって支援型だったからね。でも魔法を知ってことはな、どうだろうな。スクルドメタルって言ってもな。まああるかもな、万能型で魔法っていうのは。で次スキル、目を覚ます獣、敵全体に、魔法力 100% のダメージを2度与えます。敵の神話ゲージを40% 減少させる。これどうだろうな。神話ゲージっていうのはそもそも日本にはないので、多分もしあるとしたらダメージ量とかは分かんないけど、ちょっと待って、目を覚ます獣ってどんなスキル？これが通常スキルかい？だからまあ2度だとしたら 150% とか 200% とかになるだろうね。で、神話ゲージってなってるけど、これ多分だけど、神話攻撃率をほんの少し下げますとかだったらありえそうですね。やっぱり今、フェンディルとかが使われ、フェンディルがすごく使われてる理由って、やっぱりフェンディルの神話スキルですよね。フェンディルの神話スキルがすごく優秀で、それでフェンディルを採用してる人が多いっていうか、フェンディルを入れてない人ってほぼほぼいないじゃないですか。だから俺が入れてる理由もそうだし、だから神話スキルを下げるっていうのはあるかもね。
でもしかしたら、この型が追加されることによって、またエレと、エレじゃねえや。あれ。セザールおじさんがまた出てくるかもしれないですね。で、第2スキル。死ぬつもりはない。え？どっち？死の霧。敵4人に魔法力 130% のダメージを2回与えます。防御力無視効果が 20% だけに適用されます。え？まあ、防御無視ってことだろうけど、まあ、俺は貫通がつくんじゃないかなと思いますけどね。どっちかに。どっちかのスキルに。貫通つかねえと、例えばシルベスターみたいに貫通がないと攻撃届かないやつとかに当たんないっていうのと、あと、単性バフ源がないよね。どっちかに単性バフ源4ターンと、あと、貫通が片っぽにつくと思う。だこれもしかしたら貫通防御無視かもしれないね。うん、可能性はあるね。で、覚醒。覚醒が逆上の撤退。敵全体に魔法力 160% のダメージをダブルで与え、2回与えます。100% の確率で感電、沈黙、いずれかの効果を付与します。自らの、覚醒スキルを初期化します。これはあるかもしれないけどね。覚醒ゲージをリセット。でも強いね。で今まで、どうだろうな、状態上2個、どれかを付与するっていうのは、いたっけ？ないよな。これで沈黙っていうのもなんか違う気がするな。感電も違う気がするな。気絶じゃね？気絶か、麻痺。やっぱり、鎖で縛るみたいな。だそうすると今の環境では、麻痺を使えるのは、例えば弾に入ってるキリエル。ぐらいだよね。で、気絶だったら悟空。でも、悟空も外れ始めてるから、だから、まあ、あるとしたら、気絶麻痺、どっちかじゃねえかな。最近たまにアラン入れてる人もいるから、暗闇ってわけでもないだろうし。うん。っていうところではないでしょうか。で、敏捷30にはあるかもね。敏捷30にはあるかもしれない。うん。で、ちょっとまあ専用装備とかはね、正直言うと当てになんないんで、まあ、ここでは割愛させていただきます。まあ、ステータスはこんぐらいかな。万能型だからヒットポイントも高い。万能型だったらヒットポイントも高い。魔法型であればヒットポイント2万9000ぐらいの、魔法力9300ぐらいじゃないかな。その時は敏捷も34でしょ。うん。まあでも今の環境だったら万能型はありえますね。ファイも入ってきたんで楽しみっすね。僕はまあその前にスクルドが手に入るかどうかっていうのがポイントにはなってくるんですけど、はい、ちょっと頑張って、みんなでね、ミストの獲得を目指していきましょう。まあ、僕の
想、まあ、予想としては、まあ今のトレンドとして、まあ、一応単性バフ4ターンで、回数は3から2で、まあヒットポイント火ダメ減少効果だねはあるでしょう。で、覚醒スキルの、リセット、これはちょっとあるかないかわかんないけど、まああってもいいんじゃないかなっていう気がしますね。普通に溜まるんであればね、早く溜まるでそれだときついけど、というわけで、こんな感じでございました。ちょっとね、前回ジャハル来るっていう風に言っちゃったんですけれども、まあ、順番的にはジャハルだと思ったんですよね。なので、ちょっと天井の守護者これだけ追加しちゃうとどうなるのかわかんないけど、まあ、そうすると次はジャハルじゃなくて聖天体制の、どっちか、聖天体制のこのどっちか、まあどっちかっていうかこの子になるのかなっていう気がしますけどね。はい、まあ聖天体制も7人だと思うんで、まあ非常に楽しみですね。で、あとは覚醒、神話覚醒、凛の神話覚醒が次だと思うんだけど、その神話覚醒がいつ来るのかっていうのと、エリシアのリメイクはおそらくライアン覚醒の時に来ると思うんで、まあ、そこら辺もちょっと楽しみにしたいなと思っております。4周年、様々な、アップデート、そして、リメイクが来ると思いますんで、ぜひみんなでね、楽しみにして想像してやっていきたいなと思います。で、僕もね、これからまあこの一体ずつフューチャーして、まあ、こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかみたいな話をしてみたいと思いますので、皆さんのご意見お待ちしております。ご視聴どうもありがとうございました。ルーでした。お疲れ様でした。バイバイ。